よう、キーボー。ちょうどいいところに来たな。アルゴか。待ち構えていたように見えたのは俺だけか。ああ、キーボーだけだろ。即答か。というか、アルゴから話しかけてくるなんて珍しいな。今日は…いや、今からクエストの検証に行くところなんだ。へえ、スバルト・アルブヘイム版クエスト攻略本の作成は順調なのか。シャムロックがそこら中のクエを総なめにしちまってるからな。キーボーからもらった情報を合わせてもそこそこってところだよ。そんなことより、今から挑戦するクエストに付き合ってくれないか。アルゴが俺に頼み事なんて怪しくないか。何のことだろうな。お姉さんが困ってたら助けてくれるのは当然じゃないのか。いや、何のことだろうな。真似するなよ。つい。しかし残念だな。今から挑戦するクエは結構報酬がいいのにな。何？手伝ってくれたら折半してやろうと思ってたけど、そんなにやりたくないんなら強要はできないな。怪しい、すごく怪しい。だけど報酬を折半っていうのはアルゴのことだからちゃんと守るだろう。ここでアルゴに恩を売っておくのも悪くない。よし、ここは乗ってみるか。わかった、そのクエストは手伝うよ。さすがキーボー、話がわかるじゃないか。そうと決まれば早速挑戦しに行くぞ。ああ、これであと一つだな。なんだ、ただのお使いクエストじゃないか。これだったらアルゴ一人でもよかったんじゃないか。そんなことはないぞ。キーボーがいてくれてすごく助かってるな。やけにしらじらしいんだよな。何か隠してることでもあるのかな。なんだよ、疑いの目でこっちを見るなよ。まあいいか、もうすぐクエストは終わりだしな。最後の一つは、あいつだな。あっけなく見つかって拍子抜けだな。さっさと捕獲して町に戻るか。どうしたんだアルゴ。この子犬のことか。しかし何とかしろって言われても。ストレージにでもぶち込んでおけ。いや、こいつはアイテムじゃないから無理だろ。別に攻撃してくるわけでもないし、このまま抱えてたって何の問題も。いや待てよ、犬か。あー、なるほど、そういうわけか。ああ、そういえばそうだったな。一人で悟ったような顔して。アルゴ、確か犬苦手だったよな。だからこの超簡単なクエストに俺を呼んだのか。やっと納得がいったよ。それならそうと早く言ってくれればいいのに。しょうがないだろ。ダメなものはダメなんだよ。ついに開き直ったな。まったく、こんなに毛嫌いすることないのにな。お前もそう思うだろ。お前らなんで分かり合ってるんだよ。そうだ、これを機に犬嫌いを克服するっていうのはどうだ。そればっかりは無理だ。俺っちにそんなスキルは備わってないんだからな。そんなこと言うなよ。こんなに可愛いのに嫌いなままなんてもったいないぞ。ほら、手始めにこいつを抱いてあげてくれよ。来るな。やっぱりそいつはこの場に捨ておけ。それじゃあクエストはどうするんだ。言ってることめちゃくちゃだぞ。もうお使いの品は全部揃ったんだ。早くクエを終わらせるぞ。逃げ足早すぎだろ。しょうがない、俺たちも帰るか。ああ、キーボーのおかげで散々な目にあったよ。無事にクエストクリアできてよかったじゃないか。
俺のどこが無事なんだ。寿命が何年か縮まったぞ。しかし残念だったな。俺としてはもうちょっとあの子犬と戯れてもよかったんだけど、あのふさふさの毛並みを心ゆくまで堪能したかったな。やめろ、寒気がするだろう。冗談だよ。しかし俺っちの弱みだけ握られてるのは尺だな。こうなったらキーボーの秘密も暴いてやるしかないな。安心しろ、ゲットした情報はお姉さんの笑いのネタにしかしないからな。ああ恐ろしい捨て台詞を吐いて去っていったな。冗談だとは思うけど、あいや、アルゴクラスの情報屋となればやってのけることは可能だ。とにかくこれからは身辺には気をつけなくては。パパ、キリトさん。どうしたんだ。あの、キリトさんって今お時間ありますか。まあ大丈夫だよ。何かやるのか。はい、かくれんぼしたいねって話してたんですけど、二人じゃなかなか難しくて。パパも一緒にやりませんか。ああいいよ、俺もちょうど暇だったんだ。やったー、ゆいちゃんよかったね。はい、みんなで遊べて嬉しいです。も一緒にやるのか。私からそんなに離れなければ大丈夫だと思います。ピナさんもよろしくお願いします。それじゃあまず誰が鬼をやるか決めましょうか。ピナはシリカについていっちゃうだろうから二人とも鬼はできないよな。それは確かにそうですね。じゃあ俺がやろうか。はい、申し訳ないんですけど。あ、みんなは隠れていいよ。ありがとうございます。では鬼はキリトさんにお願いしますね。パパが鬼ですか。強そうです。すぐに全員見つけるぞ。私も負けませんよ。見つからないように頑張ろうね。はい、あと隠れる場所なんですけど、街の中ならどこでもいいでしょうか。ああ、それと屋内は禁止でどうだろう。わかりました。みんなが隠れている間俺はここにいればいいかな。はい、キリトさんはここで目を閉じて銃を数えてください。その間に私とユイちゃんとピナは街のどこかに隠れますね。了解です。わかった。それじゃあ数えるぞ。1、2。ゆいちゃん、隠れよ。はい。9、10。もういいかい？返事がない。みんな隠れたみたいだな。よし、探しに行くか。町の東側にはいなかったな。次はあっちを探してみるか。こっちにもいない。一体どこに隠れたの。こんなに探してもいないなんて。まさか何かあったんじゃん。おい、ユイ、シリカ。まずい、本当にどこにも姿が。これは荷馬車か。さっきはあんなものどこにも。もしかしてユイ、シリカ。こんなところにいたのか。町を巡回してる荷馬車に隠れるなんて、まったくやられたよ。ほらユイ、シリカ、見つけたよ。
見つけたよ、二人とも。こんなところに隠れてたんだな。全然姿は見当たらないし、何度呼びかけても何の反応もないしで、ちょっと心配したよ。ごめんなさい。待ってるうちについうとうとしちゃって。そうですね、パパが降参したらここから飛び出して驚かせようって話をしてたんですけど。ああ、いいんだ。俺も見つけるのに結構時間かかっちゃったしな。でもさすがパパですね、ちゃんと私たちのこと探し当ててくれて。確かにすごいです。絶対に見つからない場所だと思ってたのに。俺も二人のアイディアにはびっくりだよ。さ、そうこうしてたら結構もういい時間だな。今日はそろそろおしまいにしようか。そうですね、キリトさん、今日は遊んでくれてありがとうございました。ありがとうございました。今度はママやリーファさんも入れてかくれんぼしましょうね。ああ、今度はもっとすぐに見つけてやるからな。